石ころ踏んづけちゃった。ああ、あれは焚き火ね。ちょうどいいわ。ピリスちゃん、あそこにアトリエを張ってみましょう。焚き火があるってことは、あの場所で他の旅人が休んだっていうこと。つまり、他の場所よりも安全ってことよ。あそこなら、魔物に襲われる心配もないはずだから。ああ、なるほどね。わかった。早速張ってみる。よいしょ。はい、お疲れ様。せっかくだから少し休んでいきましょうか。私は大丈夫だよ。まだ歩けるし、早く先に進んじゃおうよ。ダメ。休めるうちに休んでおかないと、いつか倒れちゃうわよ。な。険しいところね。キュッ。うわあ、魔物。大丈夫よ。お姉ちゃんが守ってあげるから。ピリスちゃん、私が守る。守ってあげる。狩りの練習にはなったかしら。終わったわね。どこも怪我はしてない？うん、平気。でもやっぱりリア姉は強いね。
私憧れちゃうよ。どうも。この辺の魔物はそんなに強くないから、ピリスちゃんも少しずつ戦いに慣れていってね。
可愛がってあげる。やっ、狩りの練習にはなったかしら。私の旅はまだまだ続く。よし、鉱石見つけ。珍しい材料とか落とすかも。ちょっと戦って。いいえ、あの魔物には近づかない方がいいわ。私でも勝てるかどうか怪しいもの。魔物に限ったことじゃないけど、街道を離れれば離れるほど危ないことも多くなるの。安全に旅をするなら街道を離れるな。これは旅の鉄則よ。覚えておいてね。わかったよ。気をつけるね。でも決まった道を進むだけじゃつまらないし、しっかり注意すればどこに行っても大丈夫だよね。キリスちゃんは私が守る。ふん。やっ。痛いんだからね。私のことは止められないよ。私の旅はまだまだ続く。これでおしまい。可愛がってあげる。えい、狩りの練習にはなったかしら。私の旅はまだまだ続く。おお、これでいい。おお、夜だもの。エルドナだと夜でもここまで暗くならないもんね。気をつけないとダメよ。夜になると動きが活発になる魔物もいるから。それ以外にも夜しか取れないものがあったり、お昼とは違うことがたくさんあるの。でも夜更かしはお姉ちゃんが許しません。夜になったらちゃんと休むようにすること。いい？はい。
ひらめいた。これでおしまい。植物って錬金術でも。入るものなの？公認試験に合格した錬金術師が書いてくれるんだって。でもそんな人どこにいるんだろうね。そうね、錬金術師って言っても人なんだから偏僻なところにはいないだろうし、いろんな集落に行ってみるのが一番確実なんじゃないかしら。なるほど、とりあえずそれしかないかな。よし、地道に頑張ろうっと。宝、おいでませ。
ちゃんのためにもっと強くならないと。金銀財宝ザクザク。ヨーレンの冒険足元注意。夜、リアネーに驚かされないように私がしっかり持っておかないと。